高橋周平3打数2安打右安打、空振り三振、10安打。周平しか勝たん。これは優の現在を担う男周平。プロ入りも一番いい状態ではないか。シャープさと力強さを兼ね備えた理想的なフォームになった。ベンチメンバーとタッチしてるこの写真いい顔してるから、今年は本当変わったと思ってる。吹っ切れたのか、迷いがなくなったのか、本当に良い表情だ。今日の活躍を見る限りもうちょっと一軍で見てみたいね。平から安打含むに安打と好走塁、チャンス拡大を防ぐ守備をするような選手は普通にレギュラーなんよ。こうやってチームを引っ張ってくれたら、見てるファンとしても本当に嬉しい。今石川が残念な状態だから、1日1前くらいでも開幕サードスタメンは十分にあり。3番サード周平見せて。今石川がひどい状態だから周平チャンスだぞ。去年とまさに逆やな。今年は石川が不甲斐ない分、周平がかなりええ感じや。平、ボート速球派から打ってて嬉しかった。何より本人のやる気溢れているのが見られて嬉しい。頼むこのまま復活してくれ。全盛期周平の数字超えてる選手ビシエド翔さん中地くらいしかいないんや。バンテリンドームの周平坊やも喜んでるよ。そのために開幕一軍で勇姿を見せてあげて。長打打てるんならレギュラー狙えるね。単打だけだと中日の編成上石川を優先せざるを得ないだろうし。守備では周平の方が明らかに上やし、これで打てるなら石川は必要ない。周平が復活して、3割20本やれば本当にでかいから期待するわ。守備や走塁は問題ないし、あとは打つだけや。周平も石川も消去法じゃなくて高いレベルのレギュラー争いしてほしいねー。もちろん石川にもそのあたりを意識して奮起してほしいが、石川にもカリステにも簡単にサードの座を譲っちゃいかんし、それがチーム力の向上につながるはず。石川カリステもこっからでしょ、競争あるのはいいことや。昔馴染みの後輩にもっともっと格好良いところ見せてやれ。